ジャーのホックを外す時だけ心の中まで分かった気がした。携帯なんて出なくていい、いつの間にか時間が止まればいい。翌朝君は先に出たいった僕にと鍵へ残して Hey! Listen!街が近づけた。ただ日が落ちた下北は地下のライブハウス。いつも冷たくするくせに二人の時は優しくするんだね。君は言う新たい犬みたいでいて、3番線に悲しい音が流れた。